えー、C 言語のスイッチブームを代替、えー、するにはっていう話なんですけども、まあ、あの C 言語はあの、まあ、知ってる方多いと思いますけども、えー、とスイッチブームの,そのケースブロックの中にあのブレイクをかからないと,、えー、と下の分、えー、まで実行してしまうっていう仕様がありましてこれフォールスルーって言われてるんですけれども、えー、この,あのフォールスルーを、えー まあデルファでやり、パスカルでやるにはまあどうすればいいのやというお話です。で、えー、まあこんな感じでですね、まあ、結局のところ GoTo で飛ばすのですけれども、えっ、ー、と、ラベルを使って、えー、まあコードをこんな風に書くことによって、フォールスルーが、まあ、実現できますよということになります。で、えっ、ー、と、多分ご存じない方、 デルファリ使ってる方でもちょっとご存じない方いらっしゃると思うんですけども、えー、GoTo 文に使うラベルっていうのは、えー、と実はそのどこにでも置けるわけではなくて、えー、とラベルっていうのはあの文,の、えー、文を構成する一つの要素なんですねなのでこのラベルっていうのは、えー、と文に対してついてますなので、えー、と下に書いてあるコードのように例えば if 文の後ろにその分、えー、があって あったとすると、うん、えっとこの中に飛ばすことが可能です。Go to で。なので、えっ、ー、と if 文を使っても先ほどのあの for ルスルーを、えー、書くことができます。ちょっとあのあれなんですけど、そのえっ、ー、と Delphi とかでそのラベルをどこにでも置けるような感じがするのは、えっ、ー、と空文っていうのがパスカルでは許されているので、あらかただいたいどこの 場所にでも置けるんです。うん、置けるんですけども、実際にはそのラベルっていうのは空軍に対して付いてるんですね。うん、あのど、どこか適当なところに置いた場合はですね。ということになっています。なので。えっ、ー、と c であるとか、その c++ のスイッチ分をああですね。スイッチ分を、えー、移植したい場合には、えっ、ー、と Goto 文を使ってくださいね。っていうチップスでした。